サモサーまたはサモサはインド料理の軽食の一つ。サモサの語源は中世ペルシア語の三角形のペーストリーを意味するサンボーザグに遡る。サモサの具材にはジャガイモ、玉ねぎ、エンドウ豆、レンズ豆や羊のひき肉が加えられ、茹でて潰した具をクミンやコリアンダーシード、ターメリックなど各種の香辛料で味付けし、 小麦粉と食塩と水で作った薄い皮で三角形に包み、食用油でさっくりと揚げたもの。チャツネをつけたりスープをかけて食べることもある。隣にはミントのチャツネやホットソースが添えられることがあり、サモサに欠かせないものとされる。サモサの調理法を示すペルシアの文書にマートナマ アイネシルージン、シャヒ中世インドペルシアで、サモサが提供される様子を示すペルシアの文書、ニマートナマアイネシルージン、シャヒサモサの起源は、中央、アジア、または、ペルシアだと考えられ、13から14世紀頃に、インドに伝わり独自の味付けで、人気料理の一つになっている。朝日新聞社言葉ばデジタル大事泉サモサ、インド家庭料理ラニ横浜、ミントソースの秘密。 r a a n i o r g 2 0 1 9年2月9日閲覧ありがとうございます。